広島とも深いつながりがあった松本零士さん。2005年にオープンした呉市の大和ミュージアムでは名誉館長を務めました。オープンした際には、これと一緒に沈んだ人たち、これに打たれて死んだ人たち、両方ね、共にだって家族があるわけでしょ、親兄弟家族ね、その命という問題に行き当たるから。呉市の商店街にはこれまでの作品を紹介するパネルや宇宙戦艦ヤマトの模型などを展示するギャラリーも作られ、松本さんもオープニングセレモニーに、沖田十三館長に扮し挨拶をする場面も。こういうものを作っていただけるというのが夢のようで、なんか自分も楽しいですね。訪れた子どもたちに創作に挑戦してもらおうと、初期の作品なども展示されていました。これにはある狙いがあるそうで。昔の作品や子どもの時の作品を見てもらってですね、特にちっちゃいお子さんに、あれこんなに下手くそだったのかって言ってね、それならばと、それで勇気づけることができたら嬉しいと思うんですよ。突然の訃報に施設を管理する中村さんは、もうびっくりしましたですね。もうびっくりしたとの一言です。残念ですね。まだまだね、ご活躍されることを祈ったんですが、もう本当悲しい限りです。戦艦ヤマトと宇宙戦艦ヤマトを通じたつながりで、広島と多くの縁があった松本零士さん。町の人たちは、私がちょうど50歳なので世代なんですよね。本当に多分偉大な方でありましたし、本当に育った世代なので非常に残念だなと思います。